お前が土下座でも何でもして、現行の条件で契約を更新してもらえよ。社長は冷たくそう言い放ち、じゃ、と電話を切った。もう、プライドなんて、かけらも残っていなかった俺は、言われた通り土下座をして、契約の続行を訴えたが、担当者を困惑させただけ。回答は、もちろん、ノーだった。俺の名前は、東出正明、26歳。都内の警備会社で営業の仕事をしている。地方出身で都会に憧れを持っていた俺は、高校卒業後に上京。バイトをして貯めていた軍資金をもとに、東京で就職活動を始めた。幸い、就職先がすぐに見つかったが、不幸だったのは、入社からたったの数ヶ月で、その会社が潰れてしまったこと。フリーターとして食いつなぎながらも、転職活動をして、なんとか今の会社に採用してもらえたのだ。営業って言っても、うちはノルマ厳しくないし、残業もほとんどないからね。社長による面接では、そんな風に言われていたが、それがまるっきり嘘だったとわかるまで、さほど時間はかからなかった。俺たちに課されたノルマは、達成すればするほど上げられていくハードル。それはまるでゴールのないマラソンをしているかのようだ。募集要項にはルート営業と書かれていたが、これも嘘だった。ほとんどは飛び込み営業で、俺は朝から晩まで奔走させられたのだ。その上、書類仕事などは業務時間外にサービス残業で処理しなければならないのだ。こんなの話がまるっきり違うじゃないですか。もうやってられません。そう言って、早々に見切りをつけて辞めていく社員も多かった。だが俺は辞めることができなかった。なぜなら、前の会社が倒産した時に、給料未払いの埋め合わせをするため、消費者金融に借金があったから。毎月返済をしなければいけないし、また空白期間を作りたくない、という気持ちも強かった。実家の両親に頼るという選択が頭に浮かんだことは何度もある。だけど、両親が止めるのも聞かずに、無鉄砲に飛び出したわけだし、借金を抱えたまま両親に泣きつくなんて、格好悪すぎる。お前本当に使えないな。また営業成績ビリだぞ。お前みたいな奴はどこに行っても通用しないし、雇ってもらえるのなんてうちくらいだぞ。そう俺を罵倒するのは松井社長。これだけ連日罵倒されていれば、自尊心のかけらも持てやしない。気の小さい俺は社長のストレスの吐け口になっているようだ。これだけ辛い思いをして耐えていても、渡される給料はバイト程度。固定給に加えられる歩合の部分がかなり大きいのだ。さらには、今月ノルマを達成できなかったら罰金な。そう言って、勝手に給料を減らされることもある。残業で体を酷使し、病院代や薬代だって馬鹿にならない。さらには、借金の利子だってあるし、俺は日に日に追い詰められていった。転職なんて考える余裕も気力もない。ただ毎月のノルマをどうやってこなすか、どうしたら社長の叱責を受けないか、それだけを考えて生きていた。今日も今日とて深夜まで残業をして作業に追われていた時、ふとお腹が鳴った。そういや、今日一日何も食べてないや。俺は駅近くにある深夜営業の蕎麦屋へ向かうことに。店へ入ろうとすると、あ、お蕎麦のいい匂いがする。後ろから女性の声がした。ふと振り返ると、やや足取りが怪しいスーツ姿の女性が。酔っているのか？頬を赤く染めている。俺が店のドアを開けると、その女性もつられるように後ろから入ってきた。店内の明かりに照らされた女性は、かなりの美人で思わずドキッとしてしまう。そして食事を終わり会計に向かうと、レジ前で先ほどの女性が
何やら揉めている様子。だからお財布が入ってたバッグをなくしちゃって現金の持ち合わせがないの。そうだ、モバイル決済はできる？そう言ってスマホを取り出したが、この店は現金のみ。どうしよう、こういうのって新手の無銭飲食ってやつ？もう警察を呼ぶしか。店員がこそこそと話す中、その女性は、ちょっと待ってよ、警察なんて。そう言って青ざめている。全く面識ない女性だが、無銭飲食をするとは思えなかったし、困っているこの人を放っておけなかった。いいですよ、俺がこの人の分も払いますから。そう切り出すと、店員は、面倒事が解決できた、とばかり笑顔になり、女性は、本当にいいんですか？と目を丸くした。俺は、うなずきながら、二人分の食事代を払い、彼女を促して、店の外へ。すみません。見ず知らずの方にご迷惑をおかけしてしまって、本当にありがとうございます。そう言って何度も俺に頭を下げたその女性。まだ足取りは怪しいし、ろれつも回っていないような。このまま彼女を返すのは気が引けた。俺はタクシーを止め、その女性に1万円を渡す。これで家まで帰ってください。俺に促されるまま、タクシーに乗り込んだ女性は、目を丸くしつつも、俺に再度頭を下げる。本当にありがとうございます。このお礼はいつか倍にして返しますから。タクシーはバタンとドアを閉めて、そして走り去った。ああ、そういや、名前とか勤め先を聞くのを忘れちゃったな。借金持ちなのに、何やってんだ俺は。そう言って苦笑いしながら、肩を落として会社に戻った。数日後、俺はいつも契約をもらっている会社から呼び出しを受けた。申し訳ないけど、君のところとは契約終了ってことで、実は他の警備会社からもっといい条件を出してもらってね。俺がショックを隠せないでいると、担当者はお構いなしといった様子でこう続ける。今までの付き合いもあるし、向こうの会社と同等かそれ以上の条件であれば、君の会社の方を選ばせてもらおうと思ってるけど、俺にそんな裁量権はない。少し席を外し、松井社長に電話で相談することに。はあ、そんなの無理に決まってるだろ。お前が土下座でも何でもして、現行の条件で契約を更新してもらえよ。社長は冷たくそう言い放ち、じゃ、と電話を切った。もう、プライドなんてかけらも残っていなかった俺は、言われた通り土下座をして、契約の続行を訴えたが、担当者を困惑させただけ。回答は、もちろん、ノーだった。会社に戻り、そのことを松井社長に訴えると、みるみる顔を真っ赤にして、大激怒。値下げを認めるから、今すぐ再契約をもらってこい。ただし、その値下げ分はお前の給料から引くからな。あまりの無茶苦茶ぶりに、思わず、そんな、と悲壮な声を漏らした。すると、社長は顔を歪めて俺に詰め寄った。もしくは、今週中に同等の契約を取ってこいよ。じゃなかったら、首。手で首を切る真似をして、さっさとデスクに戻り、ドスンと座って足を組んだ。値引き分を俺の給料から引くなんて、そんなことをすれば給料はマイナスになってしまう。なんとか新しい契約を獲得するべく、必死に奔走するが、今までの俺の契約の中でも一番の大口契約を簡単に取ってこられるはずもない。俺は首のプレッシャーに押しつぶされそうになり、食事をすることすらできなくなってしまう。来週には無職になってしまうかもしれないのに、そんな俺が食事をしてもいいのか。このアパートを追い出されたら、ホームレスになって公園で寝るしかないのか。そんな罪悪感と恐怖感に苛まれ、夜も眠れやしない。
フラフラの状態で営業に臨んだが、そんな状態で結果がついてくるはずもない。空腹と睡眠不足から思わず倒れそうになった。その時、誰かに腕をつかまれ、なんとか倒れ込まずに済んだ。え、大丈夫ですか？そう言って俺の顔を覗き込んだのは、あの日蕎麦屋でお金を立て替えた女性だった。ようやく会えたと思ったら、すごく顔色が悪くてフラフラしているけど、具合でも悪いんですか？どうやら彼女はあれからずっと俺のことを探していてくれたみたいだ。名前も電話番号すらも知らない俺のことを探すために、あの蕎麦屋の近くを通るようにしていたそう。まさかこんなところで会えるなんて。蕎麦屋の近くでもない街中で会えた偶然を喜んでいる。俺もつられて愛想笑いを浮かべたが、どうしても弱々しく見えてしまったのだろう。ご飯とかきちんと食べてます？彼女は心配そうにそう尋ねてきた。ご飯ですか？そういえば最後にきちんと食事をしたのはいつだっただろう。どうやって答えるべきか俺が頭を悩ませていると、その女性がにっこりと笑ってこう誘ってきた。ちょうどお昼時ですし、よかったらあの時のお礼とお詫びに食事をご馳走させていただけないでしょうか？彼女の気持ちはありがたかったが、正直言って今は食事をする気分ではない。それよりも時間が許す限り営業活動をしなければ。いや、まだ仕事が。そう言って断ったが、聞いてくれやしない。いい仕事はいい食事から。お腹が空いていたらいい仕事なんてできやしませんよ。そう言って俺を行きつけだという洋食屋に引っ張っていった。店に入り席について早々、彼女は先日の1万円と蕎麦代を返してくれた。名前は奥川聖奈さん。あの時は仕事のストレスで飲みすぎてしまい、気がついたら匂いにつられて俺と一緒に蕎麦屋さんへ。本当にお世話になってしまってすみませんでした。お礼と言ってはなんですけど、今日は何でも好きなものを注文してください。そう言われてメニューを開いたが、その値段に目を見開く。一番安いものでも数千円はするようなものばかりだ。タクシー代や蕎麦代も返してもらいましたし、こんな高いお店でご馳走してもらうようなことはしていないですよ。それに、俺はこんな高級料理を食べていい人間じゃないんです。メニューを閉じ、そう奥川さんに頭を下げた。そんなにかしこまらないでくださいね。私はあの時の2倍にしてお返しするっていう約束を果たしたいだけなんで。彼女はそう言って俺にウィンクをし、では私のおすすめを頼みますね。そう言って店員に注文をした。運ばれてきた料理はどれも美味しそうで、俺はありがたくいただくことに。久々にきちんとした食事をとった俺は心がほっとしたのだろう。気がつけば涙を流していた。よかったら悩みを聞かせてもらえませんか？私なんかでよかったらお力になれることがあるんじゃないかと思って。そして食べ終わった後、奥川さんが優しくそう言ってくれた時、また涙がこぼれた。彼女の慈悲のこもった眼差しに促されるように、俺は事情を打ち明け始めることに。まともに契約が取れずクビになりかけていることや、消費者金融に借金をしていることなども。俺はどうしようもない人間で、生きてる価値もないんです。そう嘆く俺に、奥川さんは、そんなことありませんと必死に否定をしてくれた。そんな大変な状況でありながら、あの時私を助けてくれたんですから。価値のない人間なんかじゃないし、とっても優しい人ですよ。誰かに認めてもらえたのは久々で、俺はそれが嬉しくてたまらない。涙がまた勝手にポロポロとこぼれた。私はここ最近仕事で嫌な案件ばかり担当していて、人の嫌なところをたくさん見たことで
すごくストレスになっていたんだと思います。そんな時に見ず知らずの東出さんに優しくしてもらって、本当に心が救われたんですよ。奥川さんの言葉に、俺はあの時の酔っ払った彼女を思い出していた。人間って捨てたもんじゃないんだなって心から思えたんです。よかったら東出さんのお手伝いをさせてもらえないですか？そう言って奥川さんが差し出した名前には弁護士の肩書きが。彼女が所属している弁護士事務所は労働問題に強く、そこのエース弁護士だという。はっきり言って、その労務状況だと不当に扱われている可能性が高いと思います。私の恩人ですし、格安で弁護を引き受けますよ。にっこりと笑った奥川さんの目がきらりと光り、相当自信があることが見受けられた。だが俺は完全に及び腰。さすがにそこまでは。そう言って断ろうとしたが、またもや彼女がそれを許してくれない。まだちゃんと二倍返しできていないですから。結局、俺はその週に契約を取ることができず、社長から解雇通告を受けた。退職届、すぐに出せよ。そう言われたが、その要求に応じることはない。奥川さんに、退職届をこちらから出す必要はない、そうアドバイスを受けていたから。そして俺は奥川さんの事務所を訪問し、改めて現状について報告した。いろいろと指摘を受けて、今の状況がおかしいことに、ようやく気がついたのだ。それからも社長は、執拗に自主退職を強要してきたが、俺はそれに応じるつもりは一切なかった。その後、俺は奥川さん同伴のもと、松井社長に直談判することに。同意のない減俸分や未払いのサービス残業代などを請求した。まさか弁護士を連れてくるとは思わなかった社長は、大いに動揺。結果、奥川さんの仲介もあり、退職することを条件に未払い賃金を支払ってもらうことで同意した。そのお金で消費者金融への借金返済を果たそうとしたが、奥川さんの指摘により過払い分が発生していることが判明。すでに借金は返済し終わっていたのだが、日々の生活に翻弄されて気づいていないだけだったのだ。そして奥川さんのおかげで俺の手元にはそれなりの額のお金が残ることに。久々に実家に帰ることもかなった。まさきったら、こんなに痩せちゃって。母さんとずっと心配してたんだぞ。両親は痩せこけた俺を見て涙し、そんな両親を見て俺も涙。しばらく実家で療養した後、再び東京に戻って再就職することを決意した。体調と気力が整った後、転職活動をすると、案外すんなりと仕事が決まった。次の仕事も営業だったが、以前のような過酷なノルマに苦しむこともなければ、となる社長もいない。俺は落ち着いて働くことができて、ほっとしている。そして入社直後から安定した結果を出し続け、今も順調に働くことができている。ちなみに前の会社だが、俺の未払い賃金が支払われたことを聞いた社員たちが一斉に蜂起。社員一同で松井社長のことを訴え、未払い賃金の獲得に成功したそう。歪んだ労務形態で会社を維持していたため、その後早々に倒産したようだ。あれから奥川さんとの関係は続いており、仕事終わりや休日には一緒に食事をしたりする中に、お互いにおごったりおごられたりの関係で、今日は私が、いや、今日は俺が、互いに貸しを作った状態を続けている。できればこのまま仲を深めて彼女と交際ができたら、なんて思っているけど、奥川さんの気持ちがいまいちつかみきれなくて。今日は何食べる？ウキウキとそう聞いてきた彼女に、そうだなあ、思い出のそばなんてどうかな？とふざけて聞いた俺。キャー、それだけは勘弁して。そう言って、彼女は顔をしかめた。
俺たちが出会うきっかけとなったあの蕎麦屋は、俺にとって思い出の場所なのだが。嘘よ、東出さんとなら何でも美味しいもの。そう言って腕を組んできた奥川さんに、俺は今日告白しようと思っている。あの時、彼女と出会ってから人生が好転し始めたことを実感しているし、なんだかいい予感しかしなかったから。